今日はスタンリッチと吉川の投げ合いで始まったゲームでした。さあそしてスタンリッチ立ち上がりでしたが、まあ、いきなり、ね、西川にこのような揺さぶられることもありましたけれども、はい、まあ、ナイス出塁です ね、まあ、ただここは得点にはつながらず、その後でした。2回の裏ファイターズはワンアウト満塁のチャンスで、で先ほどヒーローインタビューにも呼ばれました9番バッター杉谷、まあ、これで杉谷も6試合連続ヒットということになりました。先制のタイムリーヒットは杉谷のバットから、さらにその後ワンアウト満塁となって1番に戻って西川でした。キャリア初となるグランドスラムでした。スリーボールからでしたので打った瞬間それと分かる一発ですよね。これで5対0とリード広がります。ホークスの反撃は5回の表でした。2アウトからでしたが柳田のこの当たり、あこれすごかったですね。まあ、フライだなと思ったらスタンドに入ったという、はい、ということでこれで、まあ、ソロショットで2点目を返された吉川でした。さらにその後も吉川ビリッとしないで5番松田にはフォアボールを与えて、ここで栗山監督腰を上げてピッチャー交代を告げます。4回と3分の2勝利投手の権利目前で降板ということになりました。さあそして7回の表はガラテがで3番の柳田を空振りの三振、まあ、しっかりとガラテが1回と3分の1イニングで、その後谷本が4番手で登場すると5番の松田を空振りの三振に切りまして、しっかりとリードを守ります。そして7回の裏ファイターズ追加点の場面はワンアウト2塁3塁でした。3番田中の今日初ヒットはタイムリーヒット、まあ、ずっとこう均衡状態続いてましたんで ね、点が動かない状態でした。でその後中田翔の見事な一発、これ見事ですよ。2日連続となるホームラン、今シーズン第16号のスリーランホームランということになりました。さらに、9回の表は大塚が今シーズンこれが初登板となりまして、9番の代打上林をレフトフライに打ち取るなどしっかりと、まあ、ヒットは1本許しはしたものの、最後は柳田をセンターフライに打ち取ってゲームセット、まあ、見事な継投で9対2ファイターズが勝利しています。今日は勝利投手はガラテが、今シーズン3勝目を挙げています。